さあ、始まりました。お願いします。え、競馬当たったんですか？なんかツイッターで見たんですけど。まあ競馬は昨日はね、昨日、でも一昨日も300倍。まあまあ全然、だから3連複だから、なんか40点ぐらい買ってるから、あ、まあまあ別に万馬券つっても実質は6、7倍ぐらいになったぐらいなんで。ああ、そういうことですね。とんでもないのかと思った。え、とんでもない当たりなのかと思います、300倍。ああ、いや、とんでもない当たりだけど、いっぱい買ってるからそんなドカンってわけじゃないんですよ。そうだね、だから5万いくら買ったの、10万円買って。あ、でもそれで当たるんですか？10万円も買ってない。2000円を40点買いとか。やったことない。8万円とかだ。8万円が何万円になったんですか？70万ぐらい。もうそんなもんだよ、大したことない。めちゃめちゃいいじゃないですか。10倍ぐらいの単勝の馬券と一緒でしょ。まあ大したことないんだよ、全然大したことない。いや、いいじゃん、すごい羨ましい。全然大したことないんだよ。そうなんですね。大したことないでしょ、だって。いや、僕競馬当たったことないです、人生で。あ、そう、うん、じゃあその配信来た方がいい、この亀谷さんって人。あ、この人の言う通りにやってれば大丈夫ですか？言う通りに変え、ちゃんと言う通りに変えれば。楽しいですか？僕ハマりたいかも。でもギャンブル一回もハマったことないですよ。うん、カジノ行っても、すぐ飽きちゃうし。なんで？わかんない、多分何なんですかね、性格があるんですかね。なんかもったいないって思っちゃうんですよね。そう、当たらないからでしょ、それは。かな、なんかそこに対しての破天荒さゼロなんですよ。当たらないからって。当たらないから。成功体験がないから。ああ、俺はだからもういきなり勝ったからね。そう、ビギナーズラックあるとハマ、ビギナーズラックでもないんだけど、なんか調子、なんか最初に連れてかれた、ちゃんと連れてかれた時に、競馬、単勝何倍、7倍かな、の馬券を2万円ぐらい買ってて、いきなり14万円とかになったから、ちょっとハマっちゃったよね。いいなぁ。ハマると楽しそうだもんな。うん。まあまあ、馬券の、今、しかもスマホですぐ買えるからさ、すげえ簡単なんだ。いや、でも、ハマったら、どんどん金、でもそんな、ズブズブになんないですか、普通。ハマっちゃったら行きまくりますよ、え、競馬。もうハマっちゃったらかけ続ける。ハマっちゃったら、かけ続けるんじゃない？いるかな。堀江さん、ラーメン屋どうすか？やってる？あ、ラーメンは今度チャンスです。僕も12月。どこに着くの？一応五反田が、空いたの。いや、ちょっと高くて必要。飲食店って物件がマジ大事っすよね。大事大事。だから、そんな慌ててやんなくていいのもずっと。家系ラーメンは、本当立地と、立地と家賃。ですよね、なんか。でもさ、ラーメン屋ってやっぱちょっと嫌がられんのよ。うん？臭い。油がすごい出るし。痛むし、あの、要は匂いもあれだし、あとグリストラップっつって油がすんげえ出るじゃん。わかる。あの油が床じゃなくて、その排液、だから要は鍋の中身とか捨てるじゃん、あれがもう全部油じゃん、グリストラップっつって、それをこうトラップして排水に流しちゃいけないわけ、だからそれの処理とか、そのグリストラップの掃除とか、まあ、これ店の店員とかでやったと、本当なんかヘドロみたいな感じだから、まだ外注してそういうのやんなきゃいけなかったりとか、まあまあ結構嫌なのよ。なるほどね。僕、びっくりしたのが、よくドキュメンタリーとかで、ラーメン屋で頑張りますみたいなドキュメンタリーとかで、朝からこう、豚骨に煮たりするじゃないですか。でも、まあ、ああいう店がないわけじゃないけど、ほとんどもうベースがあるって聞いて。それをちょっと試食して自分が好きな味に寄せるぐらいで、基本スープと麺はベースがあるんで選んでくださいって業者の人があったんですね。あ、じゃあできるやって思ったんですよ。そんな01じゃないんですね。知らなかった。みんなだってこうやってるから、寸胴とかも、まあ店によるけど、寸胴とかも、いや置いてあるだけですよみたいな、ふざけんなよみたいな、寸胴貸しましょうかみたいな、使わないでいいんで、でもあった方がいいっすよみたいな、みたいな。だから一蘭とかさ、もう絶対そんなんやってないからさ。そうっすよね。だからチェーン店は基本セントラルキッチンだから、当たり前じゃん、そんな味ぶれるじゃん、店ごと味違ってたら嫌じゃん、
確かに。そうでしょ。で、めっちゃあの武蔵屋が好きですとか言って、ああ、スープあげますよみたいな、うん、同じのありますよと、うん、ええー、みたいな、うん、そうだよ。すごくないですか。すごくないよ。そう当たり前じゃ ん当たり前じゃん知らなかったんで。だから別になんか店ごとに作ってるからってうまいわけじゃないじゃん、うん、関係ないじゃん、そんな関係ない。でもなんかそもそもだから、うん、そもそも論を言ったら、うん、化学調味料でいいわけよ。お今はもう全部うまみがどういう成分でうまみができてるのかもう解析されてるから、うん、なるほどね。意外と最近のことなんだよ。人間がうまいと感じるっていうものを解析されてる。いやほら塩味とか、うん、しあの要はうまみってさ、うま、ん、みっていうか人間感じる味覚ってさ、甘いのとかさ、うん、辛いのとかさ、うん、辛いのは痛みだからね。カプサイシンとかがこう要は傷つけてるというか痛みなんだ。痛みなのにうまいんだ。うまいんじゃなくてもなんかこうまあ SM の M みたいなもん。そうなんだ。俺辛いの好きだ。だから辛いのとかそのもう痛みつけられるのが気持ちいいわけ。気持ちいい。なんかほらなんか格闘技とかやってても、うん、なんか食らうのがいいみたいなやついる、うんうん、なんかそういう感覚あるじゃん、うんちょっとね、そういう感じ、うん、ちょっとした痛みはなんか嬉しくなるみたいな。なるほど。とかあと苦味もそうじゃん。苦いの好きな人多いじゃん。ビールの苦味とかさ好きです。そうだけどあれも毒を感じるためのものだからね、うん苦味っていうのは面白い毒を感じるためのものだから。だから人間に必要なのは、うん、ねタンパク質とアミノ酸と、うん、あごめんあタンパク質と、うん糖質と脂質なんと、うん、だからバターとかうまいじゃん。バターめちゃめちゃうまい、ね、脂身ってうまいじゃん。で甘いのも砂糖もうまいじゃん。うまい。だけど、うん、第三のうまみがそのタンパク質のうまみって何だったかっていうとタンパク質はアミノ酸からできてる、うん、えどういうことですか。アミノ酸がレゴブロックみたいなもんで、うん、レゴブロックでタンパク質で人間の体って作られてるわけね、うんうん、だからアミノ酸が入ってきたらうまいって感じるようにできてるんだけど、ちょっと特殊で。アミノ酸って何に入ってるんですか。いやだからそれいろいろ昆布とかに何でも入ってる。アミノ酸っていうのはだから普通に肉とかに入ってるわけ、うん、でも肉のアミノ酸はもうタンパク質になってるから味感じないわ。変容してるってことです。だから要は人間の味覚のレセプターはタンパク質には反応しないんだけど、うん、ある種類のアミノ酸には反応するわけ。うーんそういうふうにできてなんかちょっと不完全なわけ。でもっと言うとアミノ酸だけだと感じないわけ。うーんややこしいでしょ、うん、アミノ酸と塩がくっつかないとダメなの。すごいね。塩ね、うんだから塩とアミノ酸混ぜたらめっちゃうまいってことですか。そうだから味噌汁とかすごいじゃん。え味噌あ昆布と塩分ってこと。昆布と鰹節と塩分でしょ。そりゃうまいわ。てかまあ塩分も醤油じゃん、うん、醤油ってアミノ酸が入ってるから。醤油も大豆のタンパク質。醤油っていうものは基本的に穀物とか、うん、まあ魚から作るのとかもあるんだけど、うん、とにかくタンパク質をあの塩漬けにして、うん、そうすると塩の中でしかさ塩の中って殺菌さえあるから、うん、一部の細菌しか働けないんだけど、うん、そいつがタンパク質を分解してアミノ酸出してる。だから醤油もアミノ酸だしその昆布も鰹節もアミノ酸なわけ、だけどアミノ酸単体だと味感じないから、うん、そのアミノ酸が何なのかと分かってなかったんだ。そもそもアミノ酸も知らなかった。うんだから100年ぐらい前に日本人の池田さんという人が、うん、日本人なんですね。そうグルタミン酸ナトリウムと見つけたわけ、うん、でそれは日本人がやっぱりその伝統的にうまみをうまく使ってたから、うん、で何なのかよく分かんないんだけど昆布とかつお節入れたら味噌汁超うまくなるよねっていうのを経験的に分かってたんです、うん、っていうだけなんだよ。へえ。だけど昆布に含まれてるうまみの本質はこの白い粉だった。でもその塩い粉だけ舐めても美味しくない。塩とくっつかない。塩と一緒に舐めるとうまいっていうのを発見したわけ、うん、それ100年ぐらい前、うん、だけどグルタミン酸以外のグルタミン酸ナトリウム以外のうまみ成分ってまだ知られてなかった。それがそっからまた50年ぐらい経って相次いで見つかるわけ。イノシン酸とかああそっからグアニル酸とか詳しい琥珀酸とか。それは何アミノ酸の友達みたいなもんですか。アミノ酸とかあと核酸って言って DNA とか RNA の原料になるやつ。うーん
例えばグアニルさんは核酸系のうまみ成分。なるほどね。だから今回の新型コロナウイルスワクチンの原料にもなってる、うまみ成分。ええー、グアニル酸とか。じゃあだから人間はだから DNA とか RNA 必要じゃん、はい、だからその切れ端を美味しいって感じるようにできてる、必要だからね、人間の体作るのに。まあそれで、うん、そのそれぞれが何からできるのかってみんな分かってきた、うん、例えばイノシン酸は肉、肉に含まれてるそのアミノ酸は、うん、というか肉をこう分解すると出てくるアミノ酸がイノシン酸だと、うん、だから鰹節はイノシン酸なんだ。で、琥珀酸っていうのは貝、貝の身を分解すると琥珀酸だって。なるほど。で、あとグアニル酸っていうのはキノコに含まれてる、まあ、椎茸の旨味ってやつがあるの。で、なんか出汁ない、出汁を取るやつ。さらに言うとそのグアニル酸を開発したのは、うん、あの山佐醤油って醤油屋さんの研究者の、はい、山佐醤油の研究者が発見したわけ、うん、50年ぐらい前、うん、で彼は偶然そこに、うん、あの研究用のグルタミン酸があって、うん、それをなんか偶然混ぜちゃったわけ、うん、そしたらうまみが10倍ぐらいになっちゃった、うん、やばっ。だから実はうまみ成分って複数のやつを2種類以上混ぜると倍増どころじゃなく10倍とかになっちゃう。じゃあ貝と昆布と椎茸の出汁混ぜたらめちゃめちゃうまい。いやだからあれじゃん、だって味噌汁ってさ、鰹節と昆布出汁取るでしょ、で取るでしょ、うん、ベースを。でそれ味噌汁、それはうまいんだ。味噌汁、味噌にも含まれてるからな、味噌汁で。そこにあの椎茸とさ、美味しいもの食べたら貝とかさ入れちゃったらさもううまみ爆弾じゃん。うまみ爆弾だ。俺たち普段からうまみ爆弾食ってんだよ。なるほどね。家系ラーメン僕死ぬほど好きなんですけど、うん、中毒的になっちゃうじゃないですか。あれは何、うん、もううまみ中毒ってことですか。まあそうだよね。うーん、だからうまみって面白くて、うん、あのラーメン一杯でだいたい耳かき一かきぐらいのグルタミン酸ナトリウムで十分美味しいわけ、はいはい、だけど感覚的にさ少なそうに見えるじゃん。だからなんか、うん、料理人とかやっぱ大さじ1杯とか入れちゃうわけ、うん、だからちょっとうまみがきつすぎんの。なるほどね、うん、あ、きつすぎるとまた違うんですか。いやそれはだって何だってそうじゃん。塩でもさ、うん、入れすぎたらさ美味しくなくなっちゃう。そうピリピリするんじゃん舌が、うんうんうん、だからよく化学調味料を入れすぎ、化学調味料を入れると舌がピリピリするっていうのは、うん、あれ入れすぎなんだよ。なるほどね。だ人類はこれ工業的にそれ作れるようになったから、例えば昆布だしだったらもう山のように昆布入れなきゃ取れないぐらいのやつを、うん、もう本当小さじ1杯とかで。化学調味料は堀江さんがいつも怒ってるやつなんですけど、体悪くないんですか。悪いわけないじゃん。いや分かんない、なんか悪そうじゃん。昆布に含まれてるのと一緒だから中身は。名前変えた方がいいですね。じゃあ化学調味料、だから旨味調味料って変えてたじゃん。あ、そうなんだ、うん、なんか化学調味料入ってるから、それこそうちの家族とかも化学調味料入ってるのやめてとか言うじゃないですか。味塩とかうまいでしょ。うまい。でも味塩ったら化学調味料入ってるからね。味の素は、だから味の素が化学調味料だ。あれは体悪くないですか。悪くない、悪いわけないじゃん。だって悪いって言うじゃないですか。いやだからそれはだからバカだからね。なるほどね、うん、へえ、知らなかった。なんか僕気にしないですけど、子供とかには与えない方がいいんだろうなとかうっすら。全然そんなことない。そもそも味の素、味の素ご飯、いやだからガンガン入れたらダメだって。入れすぎたら塩と一緒で、あ、美味しくない。耳かき一杯でいいんだ。うん、ラーメン一杯分美味しくなるから。僕ほんと子供の時おばあちゃん家に行って卵かけご飯に味の素かけてもらってて、うん、めっちゃ好きだったんですよ。うまいんだって。一番うまいですよね。鉄板だよ。醤油と味の素絶対鉄板だよ。そんなの当たり前じゃん。俺だって普通に味塩使ってたもん、ね、野菜炒めとか味塩だけでうまくなるから。なるほどね。魔法の粉だよ。すごいね。だからみんな手間をかけずに美味しくなることに対する罪悪感があるんだよね。うん、
にちょっと日本人的なね、クロートの対比。いや、日本人だけじゃないよ。例えば、うん、この間俺ロンドン行った時にさ、2年ぐらい前ロンドン行った時にさ、ラーメン屋行ったのよ。うん、たらさ、ロンドンのラーメン屋マジまずくないですか？まずいし、なんかその化学調味料だ、ノー MSG って、うん、MSG って言うんだけど、化学調味料のことを、うん、ノー MSG 書いてあるもんね。うん、で、ノー MSG でさらに言うと、あの、あいつはさ、熱いのさ、食えないじゃん。そう。で、チャプ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 ぬるくて味の薄いラーメンを食べさせられて。しかもさ、1時間ぐらいかけて食べるからさ、もう1ミリもうまくない。うまくない。あれ、あれ、しかも結構混んでません。ロンドン、まあまあまあ、なんでこんなまずいものを意外と流行ってんだって思ったんですよ、うん、だからそれぐらいポテンシャルがあるってことだもんね。だからちゃんとしたうまいラーメンを作ったらもっと流行るでしょ。俺聞きたいんですけど、ガチの普通の家系ラーメン、うん、美味しいのが、うん、ニューヨークとかパリとか行ったら流行るんですか？流行るよ。だったらやろう。ただ、カスタマイズとかローカライズはした方がいいんですか？じゃあね、めんどくさいのは、いや、単純に経営力だけだよ。大体日本人あるあるは、うん、もうその、あの、家系ラーメンの翔くんとかもそうだし、うん、あのね、あの、なんだっけ、町田商店の翔くんとかもそうだし、うんうん、もう 120% みんな騙されるわけ。え、なんで？え、彼は騙されたんですか？騙された。誰に？現地の日本人に騙されるの。現地のコーディネートしますよって日本人に大体騙されるの。でも僕とかそれこそ堀江さんとか名前がある人がやったら騙す方もリスクじゃないですか。いやいや、そんなことない。こいつに騙されたとか言われたらもう商売、うん、だから巧妙な感じでやってくる。いや、騙されたっていうのも水かけ論になるじゃん。あ、つまり要は最初から鼻からやる気ねえんだけど、金だけ取って真面目に経営しなくて、いや、これはうまくいかん、たまたまうまくいかなかったんだと、俺は一生懸命やったんだって分かんないじゃん。一生懸命がどこの程度なのかって。だからそういう騙されて、なんかあんなうまい、要はハワイとか行って、ハワイはまあそこそこ小倉さんのラーメン屋とか。いや、だからちゃんと自分で行かないとダメ。自分で行ったりとか、自分のちゃんと部下っていうか自分の信頼できる人にやらせないと、うん、サロンメンバーで勢いあるやつにやらせた方がいいですか？まだそっちの方がいい。そういうことか。そう、なんか絶対ローカルのやつと一緒にやると思って、やるんだったら。でもそいつが騙してくるんじゃないですか？うん、だからそれはちゃんとローカルの法律、まともな法律事務所とかちゃんとした弁護士とか。あ、そういうのを。いや、家系流行らしたいの、海外で。どの国がいいですかね？でもどこでも流行ると思う。美味しいっすもんね。特にあの都市部はもう物価変わんなくなってきてるから、例えばタイとかバンコクとかさ、インドネシアのジャカルタとかさ、東京より物価高いもん、うん、確かに。東南アジアでもパリとかで家系やったら面白くないですか？パリはね、いろいろ規制が厳しくて大変なのよ。へえ。建物とかさ、アジアの方がいいっすか？新しい、アジアの方が楽だよ。ただまあ、うん、まあで俺化学調味料とかバンバン使えばいいと思うんだよね。だから絶対コスト、いやいや、だからコスト下がるから、コストかかるから、下がるから。でもなんかその僕が今一緒にやろうとしてるあの豚屋さん、なんかそのスープと麺を提供してる最大手のとこの社長は、うん、パリに、だから外国にいっぱいあるから、うん、いくらでもできますよって言って。ただじゃあなんで流行ってないのかなと思って、だってあんな美味しいものが、まず海外において、あのみんながラーメンをどういうふうに考えてるのかっていうところが、高級食品、いや日本食なんだよ、うん、で日本食のディナーなのね、うん、だからファストフードじゃないんだ。ファストフードじゃないね、うん、テイクアウトしないから。確かに高いから。しかもそう、ロンドンとか3000円とかしますよね。で基本的にラーメン、でもラーメンって実はめちゃくちゃ豪華な食材じゃん。肉も麺も、肉も乗ってるし、うん、その麺も乗ってるし、奇跡だよね、野菜とかも乗ってるし、うん、だからコース料理の3品分ぐらいが一緒の中に入ってるから、あれに前菜とか、うん、前菜ともう1品ぐらい作って、うん、ラーメンコースを餃子、前菜なんか漬物みたいなのと餃子と、うん、でラーメンでデザートみたいな感じの、流れにして、さらに言うとそこに日本酒とかを置くっていう。みんなラーメンって日本食だと思ってるから、日本酒が売れるのよ外国の人って。で、ね、スパークリングで日本酒がいいと。
外国の人ってに日本人が食べるみたいにさって食べて帰るっていうのは流行んないですか？流行んない。なんでそれ国民性っていうか、いやだから別になんか要は流行んないとか一部はもちろん流行るんだけど、うん、でもそれってやっぱラーメンマニアだから時間がかかるんだよ。でさ、その文化を定着させてなんかいいことある？いやわかんない、なんかいやわかんないっていうか、違う違う、日本人が思うラーメンのイメージがあるとするじゃん。もちろんもちろん。で、日本人が思うラーメンのイメージで海外でやらなきゃいけない理由ないじゃん。理由ない。でもだってさ、客単価も下がるしさ、うん、そっちの文脈で流行る、そっちのがポテンシャルあんのかなって思ったら、ないないんだ。ないっていうか、それがある可能性、いやいや、じゃあなんかそうじゃなくて、うん、ファーストフードであるラーメンが日本だけだから、うん、ねえ、それをなんでわざわざその日本ジャパニーズスタイルをわざわざ海外に持ってく必要ないじゃん。ない、ないけど、だって客単価も下がるし、あ、よくない流行り方をしてること、時間かかるし、そう、時間かかるし、うん、いや、日本人ぐらい全国民がラーメンとファーストフードでささっと食って帰るもんだっていう文化を共有できてはいいけど、この文化まず浸透させるの10年はかかる。確かにね。しかも客単価下がるんだよ。確かに。なんでわざわざそんななんかド M なことするの？なるほどね。なんか単純にそっちの方が稼げんじゃないかって思ったんだけど、うん、そっちの方が難しいってことね。難しいし稼げなくなる、利益率下がる。より客単価上げた方がいい。だってディナーだったら5000円とか1万円普通じゃん。確かに。ラーメンのディナーで1万円取れて、客がワンサが入るんだったらめちゃくちゃいいじゃん。めちゃめちゃいい。で、それ別にさ、その、アメリカ全米でさ、何百店舗ぐらいだったらできるよ、それで。マジっすか？そう、できるでしょ。普通にだってステーキ、世界進出ステーキレストランとかでさ、それぐらいのあるじゃん。逆輸入しようかな、まず海外からやる。でもね、うちらもうあれだから、ラーメン屋さん今東京と香港でやってるから。え、和牛マフィアの？そう、マシのマシ。あれもうほんと好きだもん。マシのマシとマシのマシ東京と、今来月にマシのマシシドニーができるから。え、あの、僕行かせてもらいましたけど、なんだっけ、ターローメンのとこなんて言うんでしたっけ、あそこ、あのラーメン屋。ターローメン、あ、ターロー、ターローが入ってる、あの熊本の、熊本なんだっけ、あのラーメン、なんかコラボしてたじゃないですか。ターローメンが分かる、あの角煮みたいな、あそこめっちゃ何度ナギ、いやナギじゃないです、コラボして。ああ、あれか、あのケイカラーメンか。ケイカ、うん、めちゃめちゃ好きなんですよ、うん、俺ケイカは別に、ね、ケイカの肉とかも仕入れられるんですか？いや、似たようなものは別に作れるでしょ。マジ製造して作ろう。なんかラーメン屋って意外と苦労してしんどいイメージあるんですけど、意外とそのフランチャイズの人とか聞いたら、行っても100万ぐらいは利益出ますよって、うん、ちゃんとやれば、うん、ちゃんとやれば。で、それでちゃんと増やすとやっぱクオリティ落ちたり見なくなるから、3店舗ぐらいで300万ぐらいあってラーメン屋やってるって言えたら最高だなと思って、うん、いいっすよね。俺もやる。別で勝負しましょう。マシのマシのねえ、家系好きなんですか？いや別に。なんで家系みんながやるのなんか面白そうだなぐらいですか？そう、家系はファンいますからね。そう、好きじゃないですか？家系うまくないですか？まあ普通。ほうれん草の代わりに僕モロヘイヤ入れようと思って。うん、なんかそういうのあんまり。なるほど。なんか家系っつって怒られるようなラーメン作りたいね。ああ好きですね、うん、そういうそのファンがいるとこに行って、うん、こんなのそうじゃないって言われるの好きですね、うん、なんかさバカなんじゃない？僕でも堀江さんめちゃめちゃ、僕サヨナランドっていう雑誌出して会社にもしたんですけど、僕スタッフに常に言うのは堀江さんの言葉で、今好きな人に商売してもしょうがないと、うん、今好きじゃない人の方が9割ぐらいだから、うん、そのマニアックなことやるのやめようと、うん、今好きじゃない人がどうやったら楽しめるか考えた方がいいって堀江さんが、うん、そうだから家系なんかまさにそうじゃん、うん、家系ラーメン食ったことないやつの方が多いと思うんだよ。そうなんですよね、意外と。そう、だからそれは言うの。だから家系が広がらない理由ってなんかあると思うんだよ。うん、
なんかそれこそサウナで言うとサウナ室って聖域みたいになっててテレビがあることすら文句言うやつとかいるの、ああもう、そう音がうるさいとか静かにした、でもそれは1割で9割は、うん、あの10分間耐えられないと思ってると、うん、だから熱波も含めてあそこをエンタメにするっていうことを我々はやっていこうと、うん、あと熱波師さんがある種聖域みたいになってるからぶっちゃけ誰でもできるっちゃ誰でもできるじゃないですか。誰もできるよ。こうブロワーとか、うん、ブワーってやれば、うん、だからもうそれを民主化して、うん、っていう狭い世界だよね。そうなの。でもすごい狭い世界で怒られるんですよちょっと変なことやると。でもまあ僕はキャラクター的にもともとそういう人だから大丈夫なんですけど、やっぱ残りのまだ入ってない新規の9割見ようっていうのは考えてます。そうなのよ。ラーメンなんかまさにそうなの。家系ですら。家系もそうなんじゃないの、わかんない。俺家系そんな詳しくないんだよ実は。固め濃いめ多めとか言うの好きなんですよ。あ、そうなんだ。あの言うんですよ、油、硬さ、うん、あとなんだっけ、固め濃いめ多め、多めってなんだ、なんかそういうのが好きなんですよね。だからそういうのも、あと僕学生、そのソーシャルグッドのこと嫌いだと思うんですけど、うん、学生無料にしようと思ってて。なんで？行列ができる。あで原価300円ぐらいらしいんですよ、うん、900円で売ったとしたら。で300円であの7時間営業し続けたら1日6600円ぐらいなんですよ、うん、6600円で学生が無料でずっと行列できてるっていうプロモーションだと思えばありだなと。まあね。ですよね。ああ確かにね。あと1年あの一生無料券っていうのを売ろうと思って100万円で、うん、それなんか300円で計算したら毎日来ても21年間ぐらいかかるんですよ。ペースになる。だいたいそんなに100万出すやつってに毎日来ないじゃないですか。まあまあ来ない。だからいいなと思って。永久無料券、ね、永久無料券、うん、安心するじゃないですか永久無料って、うん、で、まあ、潰れたら俺がラーメンおごるよっていうことをして潰れる可能性もあるじゃないですか。まあ確かに確かに、ね、そういうことやんないじゃないですかラーメン屋さんって、うん、なんかそういういくつかそういうネタを仕込んで原価ゼロで、原価っていうか最初の金はそういうので稼いでやろうかな、うん、ああいいんじゃないの。すごいね。ラーメン屋は面白いかもしれないですね。で世界進出ほんとした。世界進出100万円、100万円ある、やりたい。え、和牛マフィアの世界進出はどんな感じですか。え、だから12月にシドニー。シドニーなんだ。だからそのラーメン屋。え、マシのマシ、マシのマシシドニー。なんでシドニーなんですか。いや、たまたまそのいいあのローカルパートナーが。ああ、やっぱそうなんだ。だからローカルのいいパートナーがいない。日本人、日本人じゃない。だから日本人を騙されるって話した。日本人が騙してくるからか。日本人は日本人を騙すのでもそれすごい聞く。僕カンボジアすごい好きで、身の辺のやつとかカンボジアに送り込みまくってたら、うん、本当に性格が悪い人が多いって。要は騙してくるって、うん、騙すんだよなんで、なんか多分だから日本人に頼るやつはローカルと交流できないから騙せると思うんだろうね。なんか多分日本じゃ生きていけないぐらいやばい、あの本当に性格が悪い人が多いって言ってた。うん、まあじゃないと日本でいれるもんね。ですよね。だからそういうやつに若者全部なんか騙されて全員帰ってきたやっぱすごい空気読めない気違いみたいな天才か、うん、その策略かか、なんかピュアな感じで言ってもダメですね。そうなんだよ。だから結局ローカルと仕事しないとダメなんだよ。うーん、逆にだってさ、日本人だってそうじゃん。なんか外国から来た、確かに外人と商売するときにさ、うん、騙すやつってあんまいないじゃん。確かに、うん、あれ騙すのって同胞なんだよ。いや確かに確かにそうっすね、うん、そうなの。そうっすね。なんかフランス人がなんかやりたいですっつって騙そうと思わないっすもんね。そう、
だからなんかそういう傾向ある。だからローカルでたまたまいい人がいたし、でシドニーは世界で一番物価高いからさ。嘘、だって今資源高だからさ。へえ。で資源高いじゃん。だってガソリンだって今めっちゃ高いじゃん。うん。で中国は経済発展していろんなもの、自動車だってたくさんできてるし、鉄足りなくなるじゃん、うん、石炭も足りなくなるじゃん、うん、鉄作るのに石炭必要だから、うん、鉱物が必要だからね、うん、だからそれ全部オーストラリアじゃん。もう中国は中国の国内需要を国内生産で賄えないから、オーストラリアとかから輸入しなきゃいけない。でオーストラリアはその国民が少ないから、うん、国内内需はあまりないから輸出するわけじゃん。だからもう要はなんていうの、こう鉄鉱石とか石炭は、まあ、アジアの地域だったらオーストラリア近いから、うん、オーストラリアから輸入するじゃないみんな、うん、ただ資源高で今もうだから物価一番高いの。へえ。だから最低時給 2,3,000円ぐらいいってんじゃない多分。セレブも住んでるってことですか。うん、セレブも住んでるんですか。セレブももちろん住んでるけど、まあ、気候がいいからね、シドニーとかだと、うんうんうん、だからシドニーはじゃあ金持ちってか、まあ、要は物価が高いわけ。だからマシのマシのラーメン1万円で出しても別にいいわけよ。物価が高いから原価が安かったら儲かるってことですか。いや物価が高いからその高いものもそう売れるってこと。なるほどね。え、逆に東南アジアとかで、あ、まあ、東南アジアも最近高いですけど、そうだから要は首都とかは高いじゃん、バンコクとかさ、うんうん、ジャカルタとかさっき言ったけどさ、みんな高いわ、うん、だから全然いいの、いくらでも商売だけど、あとあれだ、和牛マフィア、来年はあのロンドンとサウジアラビア、もう決まってんのがね、契約が。いいなぁ。ロンドンはそのフォートナム&メイソンで。やっぱ食だなあの、あれだよ。僕、堀江さんの5年遅れで同じことやるんですよ、常に。だからね、食は、うん、あの、やっぱ日本人が強いから、日本人の強みを生かせるからいいよ。やっぱそれこそ本並んでますけど、僕ビジネス書散々出してアジアはすぐ翻訳オファー来るんですけど、アメリカ絶対来ないですよ、うん、それはなぜかというと、まあ日本人がベトナムの起業家の本読まないみたいなもんで、こっちの方が上だって思ってて、それこそこんまりさんとか、うん、なんかスピの方行くとなんか東洋のなんかみたいな禅とかはありえるんですけど、普通にお金稼ぎとかビジネスノウハウで言うと絶対にあの欧米の人は興味示さないんで、うん、ラーメンかもしれないですね、うん、いや食はいいんだよ。だってうまみが日本で発見されたのはさ、うん、日本の食文化がさ優れてるからじゃん、うんうん、でなんで日本の食文化が優れてるのかもうこれ理由は明確で、うん、水がいいからな。だから水の本を書きたい。水の本なんか言っても水の本ってどういうタイトル、どういう内容なの、うん、まあだからそのなんかちょっとわかんないけど、うん、国粋主義者っぽいっていうか、あのなんかほらあの今売れてる本百田さん、百田さんっぽい感じの文脈でなんか右翼が喜びそうな水、日本は水、日本は神の国、水の国だみたいな。やります、そういうやつ、やろう、うん、それ面白い。なんか右翼の人がめっちゃなんか百田さん日本書いて、ついに俺が日本を来賛し始めた、ホリエモンが神水みたいなね、そうホリエモンが日本の素晴らしさをしやっとこう分かってくれたみたいな。神水、そう神水みたいな水が、でも京都のお店とか僕が好きな和食屋とかなんかわざわざいい水のとこを探してここに建てましたとか、いやで、まあそんな、なんかミクロの話をしてんじゃないか、マクロの話をしてて、へえ、要は水がなんで日本で食文化が発展したのか、うん、世界一、面白い、これも確実に世界一なんだけど、へえ、なんで世界一なのかっていうと水がいいからなんだ。水がいいから魚もうまいし、うん、で魚がうまいのって海じゃん、海って別につながってんじゃんと思うでしょ、うん、もうだけど海流とかね、うん、あったりとか赤潮とかね、赤潮ちょっと違うんだけどで水ってどこから来ますかと。水はどこから来る、あの川から来るじゃん、あ、まあ、まあ雲から来るんだけど、うん、か雲が雨を降らせて、うん、フレッシュな水って雲が運んでくるわけじゃん、うん、でそれが冬だったらシベリアから雲が来て日本海の水吸って雪をバーンって降らせるし、夏は太平洋から
あの台風とかが水持ってきて、うん、梅雨前線とか持ってきて、うん、日本に雨を降らせるわけじゃん、うん、でそれが要は日本で火山でしょ、うん、みんな火山じゃん、うん、ほとんど火山じゃん、うん、火山ってマグマじゃん、うん、だ地中からミネラルを運んでくるわけ。なるほどね。でそれをブワーって降らせるわけ、あの運ぶわけ。あ、雨でも違う、成分が違うってことですか。あ、だまずだから川の中に流れてる成分が全然違う。あ、だったら降ってくる雨の成分も違うってことですか。降ってくる雨の成分は一緒だよ。それは一緒だよ。純粋な水なんだけど、うん、その落ちてきて川から流れるじゃん、うん、で日本って平野がないじゃん、うん、中国とか多分大陸に比べたらね、うん、じゃそのまま海に行くわけ、うん、だから海が栄養豊富なわけ。あ、そういうこと。だからいい魚が取れるわけ。だから日本がなんでこんなに魚を食う文化になってるのかっていうのはそういう側面もあるわけ。あと昔からさ、俵物っつってさ、あのアワビとかさ、うん、星アワビとかって、うん、昔かも2000年前から日本の主要輸出品目だからね、うん、中国に輸出してた、うん、で逆に言うと中国でいいアワビ取れないわけ。それはなんでフレッシュな、だから川から流れ出たばっかりのフレッシュな水が沿岸部にあるから貝を養殖とか、なるほど、いい貝が取れるわけ。うーん、三陸沖とか北海道沖は今でも平野がなんかすぐ流れるからいい水が。へえ、それが世界であんまないってことですか。ないんです、そういう場所がほとんどない。嬉しい。だから日本って食文化が発達したんですよ。美味しいものが取れるからね。なるほどね。だからそれは全部水のおかげなわけですよ。なるほどね。で湯水のごとくっていうぐらいその貴重な水がもうタダみたいなもんだと。確かに、うん、タダじゃん。タダ、うん、ほぼタダじゃん。みんななんか水道水でいいもんね。そう、水道水でもあのうまいからね、うん、だからこんだけうまい水を湯水のごとく使える国っていうのは実は資源大国だったんですよ。日本は水だったんだ。そう、資源がないない言われましたけど、そう、水は資源だった。そう、これまでみんなはその革命がね、いろいろあって、例えば化学肥料が人工的に作られるようになったりとか、それで人口50億人ぐらい増えたんだよね。へえ。1900年ぐらいは20億人いなかったから、世界人口もう80億人近くになろうとしてるでしょ。あれは化学肥料が発明されたからなんですよ。化学肥料なかったから作れなかった。でも今度はじゃあ作り始めたら、うん、そのオーストラリアとかさ、うん、アメリカのさ平野部でさバンバン作るようになったんだよ、うん、だから地下水汲んで作ってるから、うん、水が足りなくなってる、うん、だから今しかもオーストラリアが干ばつになったりとかして、だから今小麦の値段とかめちゃくちゃ上がってるわけ。 うちのパン屋さんも値上げしなきゃいけないんだけど。ああ、奴隷がっていうぐらい小麦の価格上がってるわけ。へ、燃料も上がってるしね、うん、あの輸送するための。へえ。だからこれから日本ってでその穀物を食べて育ってる牛も高くなってる、うん、牛とか豚の値段も上がってる。だから吉野家も値上げしてるし、吉野家値上げしたんですか。牛タンのネギシとかもう3倍ぐらいにしないと採算取れない。ええ。牛タンの値段が一番上がってる。あ、牛タンは上がってますよ。なんで牛タンが上がってるんですか。いや、牛の値段も上がってるから。牛肉タンって1頭からこれぐらいしかと、うん、本当。あ、そういうことか、うん、反映されやすいってこと、うん、希少性が上がってるって、うん、数キロしか取れないから。ネギシとか俺がホリエモンがネギシの経営者だったらどうす値段上げる。いや、もう耐え忍び畳むね。畳むって。いや、ネギシ行きたいじゃないですか。畳むか売るか。そんな、もうだってあの値段で売れないもん。でもネギシはあの値段で安いから、アメリカ産の牛タンとかを安く売ってるからお客さん来るんだけど、値段3倍になったら行かないでしょ。あのネギシファンは行かない。だからネギシプレミアムとかってめっちゃ高い5万円のコースとか作ってくれたら行くけど、そんな和牛マフィア変わんないじゃん。確かに。でもネギシバリューあるから。でもあの規模でやってたら意味ないか、そんなことやっても。そうなんだよ。だから結構厳しい。辛いね。辛い。だってさ、牛タンなんかさ、アメリカ人が食わなかったからさ、成立してたわけじゃん。アメリカ人食うようになったんですか。
違う、中国人が来る。あ、それなんかニュースで見た。中国人が、中国人って徐々に発見して切ってますよね。そう、これうまいじゃんみたいな。だから俺たちはそれを完全に見越していて。なるほどね。そのうち高級なラインナップで言うと、ね、ヒレ肉とかね、うん、サーロインとか、そういう高級部位は和牛の値段が結構そんな変わんなくなると思うよ、うん、なるほど、そりゃそうだ、うん、ということで俺はだから水絶対日本じゃなくならないっすよ。水、水の国日本みたいな、ド定番のハードカバーで出しますか、なんか硬い感じの。そう、で右翼が喜びそうなんで日本がすごいのか。ありがとうございます。日本って素晴らしいね。で、帯に百田さんの堀江も見直した、こいつは日本を支える男だいや、右翼票はね、ほんと強いですからね。左翼は金出さないですけど、右翼は金出しますから。そうだ、ね、そうなの。右翼はちゃんと固まってちゃんと運動するの。左翼はちょい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 って嫌なこと言うだけなの。そうだね。そう、それはまだ右翼の方がいいですよ、友達に。あの、商売相手にするなら行動力があるから。ということで、この配信は終わると。ありがとうございました。楽しかった。